で次は次は、はい、呪いの三教の話は、うん、三種の神器の中身というタイトルが込み出しです、うん、光の民からのメッセージで分かったことが、三人の呪いの三教の話は、三種の神器の中身だということである、うん、菅原道真公が道徳を教え、そして平将門公が縁結びの神様で勝利の神様であり、戦いに勝つための仲間を集める。崇徳天皇は縁を切る神様であり、勝利を得るために蛇を切り捨てる。三人の呪いの三教の話が三種の神器の中身であるという理由は、三次元から五次元に移行する道しるべであるということを示すからである。ここで一回聞きましょうか、はい、これちょっとね、ちょっと難しくなってますけど、 そうだね、その中身だと思うんですよね、うん、まあ物事の流れですよね。子供の時に道徳を解き、そして大人になったら仲間を作る、勝利のためにね、それは未来のために、うん、だから将門公の、平将門公のバカラを、名前をたっぱあのバカラで解くと、平らな穏やかな空間に、ね、明るい未来の門を開くもの、これが平将門公の名前に秘められたバカラってことは、未来を導く神であるっていうことを言ってると思うんですよね。それが縁結び、縁結び、仲間を作る縁結びで、崇徳天皇が縁切り、これ縁起を切るってことはね、皆さん勘違いしてるかもしれないけど、よくなんか貼るっていうのがあるんですね、あの石に縁切りのなんか札って皆さんはなんかの縁を切れますようにとか、あれね、己に残った最後五次元に行くために不必要なものって何か、それは己の中の邪、欲ね、そういうものをそこに残していかないと五次元の門をくぐれないってこと。だからそれを切り落とすことによって新たにもらう力っていうのが、慈しみの力、それどういう意味かって言ったら、友愛、まあ友を愛する力、人々を、周りの人を気遣う力ね、思いやりの力ですよ。要はその自分の中の、まあ要は人間は誰でも邪を持っている、うん、それは大きいか小さいか個人差があるけど、それを自分から完全に捨てないと先に進めない。そう、捨てれば逆にその、まあ、友愛の、うん、まあ、そういう力が入ってくるね。それで、まあ、完成、ね、あれが完成する。遺伝子っていうね、アダムとイブなの。でそれで男女平等になるってこと。それで完全。そう。だから次の時代は男の時代から女の時代になるっていうことは、うんうん、宇宙的に考えると宇宙時代の到来ってこと、うん、今は地球的なものからかものを考えた目線だったけども、うん、ね、仏様は仏様で、神様は神様で、うん、ね、悪魔は悪魔でっていう、そういう当たり前の考えじゃなくて、それ全てが宇宙の真理であるってことを考えた。だから神様は神様でなく、仏様は仏様でなく、一つのうちらを導く、うん、高物質エネルギーというか、そういうような力、見えに見えない力を表すことが神であり仏であり、いろんなものがつながっていくと思うんですよ。それを宇宙的な見解からものを考えていかなきゃならない。宇宙哲学だな。そう、だから言ってるんですよ、まあ、これからやっていくんだけど、今日話したばっかりなんですけど、それはね、今話したばっかりの人間界っていうのをね、哺乳類っていうのはピラミッドになってる、ね、上に弱肉強食があって、こうピラミッドだけどね、宇宙的なピラミッドっていうのはないんです。円になってる。例えば虫から始まって、虫、動物、人間、
で妖精なんだかってこうワンワンなんて、それはおいおいと、なんで縁になってるか、どうしてそういう役割か、で天使がなんで妖精か、永遠の命で、妖精は命に寿命に限りがある、だから妖精と天使の違いは何かとかね、だから5次元の神と7次元の神の違いは何かと、で明王様が破壊の神であり、光の民はね、如来様は再生の神だと、うん、さあその仕組みが今度その光の民が何に戻るかって、虫に戻ったとか、こうサイクルになってるんじゃないかと、宇宙っていうのは一つのサイクル、それがね難しいことだ、数字に変わり方程式に変わり、それが全ての何て言うんですか、アインシュタインの何だかの方式、何だか中の解けなかったものの答えになっていくって、そんなこと言うから俺、何アインシュタインかな、それ調べなきゃ分からない、アインシュタインが解けなかった何か理論だよな、 その理屈の数字を超えた、その宇宙的なものを超えたその答えがそこにある、それがピラミッドじゃなくてサイクルに変わった時だ、それはおいおいなんだ、そう、そういうものもまたどん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 ね通信で送られてきて、交代は出ようって、うん。